さあ皆さんこんにちは、スノーボーダーの OK です。さあ今回 YouTube スノーボード大学はですね、フリーランからリリースされましたギアカタログの紹介をしたいと思います。こちらでございます。このようにこのメーカーブランドがいろいろギュッて集まっていろんなブランドを紹介するよう、スノーボード業界にはこんなにブランドがたくさんあるんだよっていうのをギュッとまとめて紹介してくれるのがギアカタログでございます。でこれが毎月雑誌をリリースしているフリーランっていう雑誌からリリースされていくんですけれども、このギアカタログ、今回なんでこうやって紹介したいかというと、ただブランドの情報がたくさん載ってますよっていうカタログとは全然違って、カタログとして本として雑誌としてものすごく見応えがあるんです。そして読み応えもあるんです。まずショップのスタッフが使いたいって思っているギアを各お店のスタッフさんが紹介しますよっていうのを、なんと70アイテム以上紹介してるんですね。いろんなお店にこれアンケートを取るんですよ。僕もジョイントハウスってお店やってるのでよく知ってるんですけれども、事前にアンケートが来て、そのアンケートに対してそれ返すんですね。そのアンケートをもとにいろんな雑誌作りをしているっていうのがこのフリーランで、このギアカタログにはそのお店のこうリアルな情報、お店のスタッフが知ってるリアルな情報がギュッて凝縮されてる、読み応えがあるものなんですね。お店のこう自分のお店で一押しだって思う板だったりとか、自分が気に入ってるウェアだったりとかっていう、いろんなギアをまず紹介しますよっていうコーナーが頭にあります。そしてスノーボードしてるとこういう悩みってありませんかっていうふうに、誰に聞いたらいいかなっていう時に、その聞く相手としてお店のスタッフに行ってみてください。お店のスタッフはこういうことを考えてますよっていうのを、悩んだらお店に行ってみようよっていう特集のようなやり方で、ここうちのジョイントハウスの若くんも答えさせてもらってるんですけども、若くんはバンクドスラロームで使うんだったらどんな感じがいい、どんな乗り方するのがいい、どんなギアがいいっていうような質問に対して答えさせてもらってるんですね。そういうようなちょっと技術的なものだったりとか、あとはこのグローブありますよね。グローブの裾はウェアの内側に入れた方がいいの、それとも外に出した方がおしゃれなの、そんなようなことにお店のスタッフが答えたりとかっていうような面白い作りをしております。そしてこのフリーランカタログを毎年一押しになってる企画だなって思うのが、ベストギアアワードっていうのをやってるんです。これも全国いろんなお店にアンケートを取って、フリースタイルな遊び方をする板だったらどの板が面白いと思いますかっていうアンケートにお店スタッフが一斉に答えるんでね、それを集計してベストギアアワードっていうのを毎年やってくれてるんです。それこそお店のスタッフが一生懸命考えて、あそこの一票になるんだなって思いながら僕らは書くので、本当にリアリティな情報が詰まってる表彰だと思っていただきたいですね。でフリースタイルの板の今年の1位がキャピタの DOA っていう、まさにもうキングオブキングだなと思うんですね。フリースタイルの板、この DOA っていうシリーズは去年もかな、このアワードに入賞している、もしかしたら優勝してたかなっていうぐらい、ずっとこうレベルの高い位置で人気の板とされてるんですね。そしてフリーライディング部門もあります。でフリーライディングっていうと山を滑るバックカントリーとかっていう、そういうようなイメージも含まれてくるので、トップはサロモンの板が入ってるんですね。サロモンの板が2機種ぐらい入ってたり、ヘッドの板が入ってたりとかっていう風に、ちょっとワールドワイドなブランドが多いんですけれども、なんとその5位に DC ストリーム DR 入賞しております。こちらでございます。さあうちの BC ストリームの DR がこのベストアワード第5位に入賞しまして、国産の板がここに入ること自体がものすごく珍しいんです。なので大阪の CT が入ったことがあるかな、フリーライディングするんだったら大阪の CT いいよっていうので入ったことがあるかなっていう、ちょっとうろ覚えなんですけれども、 BC ストリームとしてはもう初めてなんですね。ここに5位に DR が入っております。で4位までがワールドワイドなブランドで、5位に BC だったので、フリーライディングする国産の板だったら BC の DR がいいよっていうような感じの仕上がりになってる表彰だったんですね。もちろん僕は BC ストリームライダーなので、うわーやったね、平間君最高じゃねえかよっていう感じだったんですけれども、こんな感じでお店の情報をもとに表彰している。次バインディング部門、
バインディング部門、フリースタイルの遊びするんだったらユニオンのストラータがいいよっていう風になってるんですけども、フリーライディング、これカービングも含まれますよね。ここの第1位がユニオンアトラスでございます。僕も使っておりますユニオンアトラスがフリーライディング部門の金メダルでございます。なのでぜひ皆さんにもフリーライディング、フリーカービングが好きな人はユニオンのアトラスチェックしてほしいなって思うんですね。っていう風にブーツ部門が、ブーツ部門もフリースタイル、フリーライディングっていう風にあります。フリーライディングの1位がエンパイアになってます。ここもディラックスだったと思うんですけれども、そんなような内容になっておりまして、ゴーグルとグローブとウェアも同じくこれ表彰されてるんです。なんとこのグローブ部門の第2位、エビスのカービングミット入賞です。こちらでございます。最高っすね。エビスのミトングローブ、あの親指だけ独立してるっていう形のグローブ、ものすごく人気なんです。もうこれも本当人気なんです。その中でもカービングすると手ついたりするから、手ついてほすれるところをライダーの僕とニーノ君のワンシーズン使ったグローブをメーカーに提出して、あ、ここがこうやってほすれるんじゃねっていう風に、じゃあっていう風にそこにいろんな補強をしてくれて出来上がったのがカービングミットっていうシリーズなので、見た目 のかっこよさとか使いやすさの中にカービングするっていうものの使い方もしっかり搭載されているグローブがなんと銀メダル第2位に入ってるってことは、そもそもスノーボードの遊び方を手ついたりするカービングを楽しんでる人がものすごく増えてるんだなっていうふうにも思えたので、このエビスのグローブが第2位に入ってる、それもカービングミットが入ってるっていうのがものすごく今回のカタログを僕は嬉しかった点でもございます。ぜひともですね、こういった形でアワード表彰やっておりますので、その辺チェックしていただくと、その後にいろんなブランドを紹介しております。ブランドをこういろんな紹介しておりまして、その後いろんなお店も紹介してくれてます。でブランドの方に、BC ストリームとかエビスは載せてないんですけれども、載ってないんですけども、ユニオンとディラックスは載っております。ぜひチェックしてみてください。そしてショップ紹介の方では、あの若くんと一緒にやっておりますジョイントハウス、こちらの方ちょっと情報とともに掲載しておりますので、ぜひとも今期リリースされましたフリーランからのベストギアカタログ GO、 ちょっとこの動画見て、ああなるほどなって思って、見方とどこを注目すると面白いかっていう風にチェックしてもらうと、いつもよりも倍3倍楽しめるんじゃないかなと思いますので、この動画見て本屋に駆け込んでフリーランのギアカタログチェックしましょう、手にしましょう。そしてスノーボードのショップでも置いてるところ多いです。うちのジョイントハウスでも置いてますので、近くのお店に問い合わせてみるのもいいかなと思います。ぜひともスノーボードの情報をたくさん集めて、12月雪が降るのを楽しみに待ちましょう。それではまた、スノーボーダーの青木玲でした。